次に赤,赤嶺政賢君党の赤嶺政賢ですえ。私たちは憲法審査会は動かす必要はないという立場です。憲法審査会は憲法改正原案、改正の発議を審査するための場です。ここでの議論は、改憲項目をすり合わせ、発議に向かうことにつながります。国民の多数は改憲を求めておらず 審査会を動かすべきではありません今日の憲法上の最大の問題は現実の政治が憲法の平和民主主義の諸原則と著しく乖離していることですその観点から今回の参政権というテーマについて述べたいと思います我が国の参政権は民選議員設立憲白書を口火として 国民のたゆまぬ運動によって獲得されてきたものです。女性参政権は戦後にようやく実現し、昨年18歳選挙権が実現しました。国民主権を確立した日本国憲法の全文は、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動をしと始まります。これは議会制民主主義、 政権は、大義民主主義の原理を表すものであり、その根幹をなすのが選挙権だということを示すものです。したがって選挙権は、国民の多数な民意を正確に議席に反映するものでなければなりません。ところが、1994年、政治改革と称して、現行の小選挙区比例代表並立制が導入されたもとで、民意の反映が、 著しく歪められていきましたこの20年間小選挙区制の下で7回の総選挙が行われました小選挙区において第一党は4割台の得票率にもかかわらず7から8割もの議席を獲得しています一方で少数政党は得票率に見合った議席配分を得られず議席獲得議席を大幅に切りめ縮められております 議席に反映しない市議票は、各小選挙区投票の半数に上っています。今の自民党安倍政権も300に迫る議席を占めていますが、絶対有権者位で見れば17、17%の支持にすぎません。まさに民意を反映しない小選挙区制の根本的欠陥を浮き彫りにしています。民意の反映,反映を歪める虚構の多数で、 安保法制の強行など、平和民主主義を破壊する強権政治が横行しています。小選挙区制度は廃止し、国民主権の趣旨に沿う民意を公正に反映する選挙制度へと抜本的に改革する必要があります。次に、参政権と緊急事態条項についてです。大規模災害時など必要だとして、 緊急事態条項が議論されていますが、2016年5月に行われた東日本大震災3県の自治体首長42人へのアンケートによれば、緊急事態条項がなかったことで人命救助の活動に支障があったと答えた人は一人もいません。多くのの首長長が既存の制度や法改正で対応可能だったと述べ釜石市長は 災害対応は一刻を争う現場に権限すすべきと答えています被災地の担当者なども、内閣に権限を集中することに疑問を呈しています。東日本大震災の教訓は、現場に権限、財源、人材を集中することが必要だということです。緊急事態条項など、全く真逆と言わなければなりません。 災害に対する備えが必要だというなら、一度事故が起これば、大惨事に引き起こしかねない、原発に頼らない日本社会にしていくことこそ、国民の大多数が望んでいることです。緊急事態条項は、外国の憲法でもほとんど盛り込まれているといいますが、そのほとんどは、戦時における緊急権、非常事態宣言として規定されたもので、 災害を理由にしたものではありませんイギリスの国家緊急権は戦時立、戦時放棄で戦争中に国民を軍の統制下に置くものとして作られました。フランス憲法が想定するのも、戦争や武装反乱を目的としています。自民党改憲草案を見ても、外部からの武力攻撃と内乱党による社会秩序の混乱が真っ先に挙げられています。 緊急事態条項は、戦争遂行や内乱鎮圧を目的とした国家権力の統制を強める規定に他かなりません。自民党改憲草案によれば、緊急事態は内閣が必要と判断すれば宣言できることになっています。宣言を行えば人権は制限され、内閣の一存で法律と同一の効力を有する政令を制定できます。 国会も司法も事実上提示され、内閣が強大な権力を行使できる、まさに政権独裁を作り出すものです。米軍占領下の沖縄でも、高等弁務官による不国不礼が事実上法律になっていきましたが、それを彷彿とさせる規定です。しかも、宣言中は衆議院を解散せず、国会議員の任期を延長するとしています。 これは緊急事態だと政府が宣言し続ける限り、時の政権を自由に延命することになるものです。選挙によって民意を問う機会を奪うことは、戦争などの事態を引き起こした政府を変える機会を奪うものであり、まさに国民主権の侵害です。憲法制定時に金森担当大臣は、緊急事態条項を置かない理由を次のように説明しています。 民主政治を徹底させて、国民の権利を十分擁護いたしますためには、政府一存において行います措置は、処置は極力これを防止しなければならぬのであります。言葉を非常ということに借りて、その大いなる道を残しておきますなら、どんなに精緻なる憲法を定めましても、口実を底に入れて、また破壊せられる恐れ絶無とは、 断言しいいと思います金森氏は、非常という道を残せば、国民の権利を制限し、破壊する口実を、政府に与えてしまう危険があることを指摘しています。明治憲法下で、治安維持法の重罰化法案が議会で廃案になったにもかかわらず、緊急直令によって解約されました。こうした緊急直令の乱用によって、挙国一致体制が築かれ、 戦争へ突き進んだのであります日本国憲法はそうした通貨の歴史と決別することを明確にし、再び戦争をしないと定め、国民主権と民主主義を貫く日本社会の進むべき道を示したのであります。緊急事態条項は憲法原則である権力分立と人権保障を停止し、政府の独裁と再現のない人権の制限をもたらすもので、 まさに憲法停止条項と言わねばなりません全文や9条によって戦力を持たず戦争を放棄した日本国憲法とは相入れないことは明らかです以上で終わります次に小沢崎人君会長小沢。